ねえねえ、最近地下通路から脱出するゲームが流行ってるらしいよ。何それ、面白いの？私もね、流行りに乗ってやってみたんだけどね、すっごく難しかったし怖かったんだよね。へえ、怖いんだ。どんな感じ？ね、8番出口から脱出できたら成功なんだけど、変なおじさんが歩いてたり、ドアの隙間から誰かが覗いてたり、電気が急についたり消えたりして、逃げても逃げても無限ループするんだよね。へー、何それ、面白そう。それで脱出する方法は？それがまだ分かってなくて苦戦中なんだよね。あー、なるほどね。確かに難しそう。あ、どうせならさ、夢も帰ってやってみたら？あ、いいね。じゃあ脱出できたら報告するね。うん、待ってる。じゃあまた明日。うん、またね。じゃあね、バイバイ。今日は帰ってゲームしまくるぞ。間もなく電車が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。次は横浜。横浜。はあ、やっと最寄り駅着いた。地下通路から脱出するゲームが流行ってるらしいよ。何それ、面白いの？さっき言ってたゲームと同じことが起こってる気がする。どうやってここから。くそ！え？なんでこんなことに。すいません。何してんの？それが8番出口から出られなくなって無限ループしてる気がするんだよね。ゆめちゃんも地下通路に閉じ込められてしまったのか。うん、でもよかった。一人じゃすごく怖かったんだよね。ここにいると何が起こるかわからない。早く脱出しよう。うん、でも方法が。どこかに手がかりがあるはずだ。探しに行こう。もしもし、ゆめ？えなりちゃん、今私たち地下通路に閉じ込められてて。知ってる。今 SNS で今日話した脱出ゲームの内容が実際に起きてるって話題になってて、
ゆめ、帰りいつも8番出口だったよね。そうなの、だから大丈夫、今さっきこのゲームクリアして脱出方法が分かったの。本当に？うん、だから私の言うことをよく聞いて。うん、分かった。まず8番出口って書いてあるところがスタートよ。そこから前に進むんだけど、異変がないかしっかり確認して。誰かの足音がする。それが異変よ。すぐに引き返して。本当にこれで帰れんのかよ。待って、あれ見て。一番出口に変わってる。よし、順調ね。このまま8番出口になるまで異変を見つけて。うん。異変。サイレンが鳴ってる。それも異変よ。引き返して。次で最後よ。異変はない？何もない。うん。よし、なら進んで。やっと見つけた。8番出口。